皆さんこんにちは。日本すっぴん協会会長の佐々木です。毎週金曜日の18時半にお届けしている今週出会ったいいコスメ、今回は皆さんにいち早くお届けしたい毛穴ケアの新商品をご紹介したいと思います。特に開きケアなとかたるみケアなといった大人の毛穴の悩みがある方はぜひ最後までチェックをしていただければと思います。では早速ご紹介していきます。そのアイテムがこちらです。アスタリフトスパークルタイトセラムです。こちらは9月1日発売の商品になります。これは毛穴をトレーニングすることで毛穴を引き締めて滑らかな肌に整えてくれるという美容液になっています。毛穴をトレーニングするっていうのがどういうことなのかというのを今からご説明していきたいと思います。20代の頃の毛穴悩みというと、詰まり毛穴だったり黒ずみ毛穴というところになるかなと思うんですが、それがこう30代に入ってくると、次はそれに加えてになるか、悩みがスライドしていくかは人によると思うんですが、開き毛穴とか、あとたるみ毛穴、あと顔全体のたるみというのが結構皆さんお悩みになってくるかなと思います。これまで毛穴の開きの原因っていうのは角栓の蓄積だったりとか、あとお肌の張りの元であるコラーゲンやエラスチンの減少というのが主な原因として考えられてきたんですが、今回富士フイルムが新たな開き毛穴やたるみ毛穴の原因となるものを解明しました。今回着目したいのが真皮層にある立毛筋というものになります。でこれは立つ毛の、筋肉の筋と書くんですが、立毛筋っていうのは一つ一つの毛穴に直結している筋肉で、真皮に存在していて毛穴を支える役割をしてくれています。でこの立毛筋は筋繊維をこう収縮させることで毛穴をキュッと引き締めてくれたりするような役割を持っているんですが、若々しいお肌っていうのはその筋肉の収縮がしっかり行われるんですが、老化したお肌になるとこの立毛筋の筋力っていうもの自体が低下してしまうので、この収縮がもう行われずに縮んだまま収縮できなくなってしまうそうです。今回その富士フイルムの研究によって、この立毛筋が加齢とともに老化するということが分かったそうで、さらにこの立毛筋の筋力低下が毛穴の開きやたるみというだけでなくて、顔全体のたるみとか、あとフェイスラインに影響を与えるということが分かったそうです。ただここで問題なのが、その表情筋とかと違ってこの立毛筋というのは自分で動かして鍛えることができない筋肉になっています。そこで今回アスタリフトがその立毛筋にアプローチしてケアをしてくれるアイテムを開発して、それがこちらのスパークルタイトセラムになります。ちょっと前段が長くなったんですが、でもなんかこれを使うことってどこにどうアプローチしてどうお肌が良くなっていくのかっていうのをやっぱりこう分かって使っているのと、知らないでなんとなくいいらしいで使うのではやっぱりこう効き目も違うのかなと思うので、この立毛筋にアプローチしてくれるものなんだっていうのをちょっと覚えていただければなと思います。でこのスパークルタイトセラムには立毛筋の筋力低下を防ぐための独自成分ナノスパークルショットというものを配合しています。それによって加齢による毛穴の開きをケアして引き締まった印象のお肌に整えてくれる美容液になっています。今回すごくこだわっているのがテクスチャーの部分で、こちら新感覚の泡ジェルになっています。 4,5 回ぐらい振っていただいてから出して使うものになるんですが、こう見ていただくと最初こういう泡になっているんですが、ちょっと下の方を見ていただくと分かるかな、少しずつこう泡が変化してジェル状になっていきます。泡の弾ける音が聞こえます。でこの泡がお肌の上で弾けて立毛筋を刺激してケアをしてくれるものになっているんですが、今回この泡ジェルという新感覚のテクスチャーにしたのは理由がありまして、泡だけだと肌に心地のいい刺激とか、あと冷却効果というのはあるんですが、泡が弾けてしまって残らずにお肌への効果が低くなってしまうというデメリットがあります。でジェルだけだと反対にお肌への刺激とか冷却効果がなくて、ただお肌の上に停滞してくれるので引き締め効果をこう高く発揮してくれるというところがあります。なので今回はそのいいとこ取り
で、デメリットをなくすようにお肌に心地のいい刺激を与えて冷却効果もありつつ、ジェル状に変化することでちゃんとお肌に残って効果を最大限に発揮してくれるといういいとこ取りをしたテクスチャーになっています。こちら使っていただく順番としては、化粧水、美容液の後に使っていただきます。化粧水、美容液、スパークルタイトセラム、クリームとか乳液とかっていう順番で使うそうです。でもちろんアスタリフトといえばナノアスタキサンチンなんですが、ナノアスタキサンチンも配合されていますし、あとナノリコピンとか厳選されたコラーゲンとかビタミンとかもしっかり入っているので、毛穴ケアだけでなくエイジングケアも一緒にしていただけるものになっています。これは毛穴悩みって、前もちょっと毛穴ケアの時にお話ししたんですけど、やっぱりたるみとか開きとかと黒ずみとか詰まりとかとはやっぱりこうケアの方法が変わってきますし、30歳を超えてくるとやはりそのたるみとか開きの方が気になる方が増えてくるかなと思うので、これは私本当にありがたいアイテムだなと思いました。でいち早く皆さんにお伝えしたいなと思ったので、昨日オンラインの発表会があったんですけど、早速次の日に動画を撮って今流そうと思って撮りました。9月1日発売なのであと1ヶ月半ぐらいですね。ぜひチェックをしていただければと思います。今回の動画が面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。